オーブラザー知らせゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、新しい情報来ました。原神の公式ツイッターの方だけで39分前ですね、やってます。この辺にいいねしっかりしていきましょう。で、あのカンウですね、こちらついにあのこんな感じで情報出てます。うん、でストーリーとか、まあ、ここら辺のボイスの方、有名な方ですね。でそういうのとかいろいろ情報あります。まあ、ちょっとね、社畜というかその働き者のキャラみたいですね。はい、まあこんな感じで通常のね、情報なんかはまあ原神ウィキさんとかに載ってると思うんで、よく見ていただいて、まあちょっとこちら僕ね、考察する人なんで、こっちのスキル見て考察していきたいと思います。はい、でまあ見るとこれちょっとね、思ったよりぶっ壊れとまでは言わないけど、やばいキャラでしたね。で結果、結論から言うと、かなり何でもできそうな感じで、火力も出せれば、味方に対して その影響力もかなり高いキャラクターだと思います。で弓キャラなのにクソエイムでもできそうです。はい、弓がね、拡散して範囲攻撃になるみたいなんで、チャージ打ちが非常にいいと思います。しかもそれがアモスの弓で使えば遠くからでも強いというような感じ。まあ近距離でやるんだったら近距離でやるような方法とかもいろいろあると思うんですが、とりあえず強そうです。はい、で元素スキル見ると、まあ、ちょっと開発中の画面だかどうかわからないんですが、水元素がこうついてないキャラクターでもしっかり凍ってるんですよね。バン凍結、だいたい、まあ、水辺だからかなって思ったんですけど、水辺で水に入ってくるとチャールですら頭の上に水元素のがついたりとかするんで、うん、だからまあ凍結能力はもしかしたら非常に高いのかな。まあそれはあんまないと思うんですけど、ちょっと開発中だからなのかな。まあこれで凍結させることができる。だから水元素と組み合わせる必要があるのかないかなって話まで、これを見る限りではありますけど、まあ開発中ってことでちょっとね、違ったら許してください。あと一つね、確定ですごいのが、元素の回収が氷のモナだって言われてるんですが、高いです。元素出した時にも粒子が出てます。元素粒子が、元素を出す時と元素が破裂した時両方出てます、一発目で。まあ、これがね、相手の無属性のチャールに対してダメージ与えたから出てんのかなって思ったんですけど、ちゃんとなんか青白くなってるんで、まあ、氷の元素が飛んできてるというような感じ。はい、なので元素チャージがかなりしやすいのかなって印象はします。で元素爆発が結構重め、多分60以上にはなってくると思うんで、まあ、軽くはないというような、広範囲攻撃で継続時間長い広範囲のつらら攻撃なんで、まあ、それも自分で回収もできそうな感じなんで、元素の回収を他人に頼る必要があまりないかもしれません。でスキルの使い勝手が非常にこうデコイ性能もあるし、まあ、ダメージもパッて見た感じそれなりに出ているんじゃないかなっていうところで、やっぱりこの間隔4秒ぐらいで破裂するのかな、敵に攻撃してから破裂してるのかちょっと判別できませんけど、まあ、この回転もなかなかいいですね。非常に生物と合うんじゃないでしょうか。で次が元素爆発なんですが、これがなかなかすごくてですね、僕こんなにつらら落ちんのって思っちゃいましたね。こんな落ちると思う、ディオナと比べてみたらこれダメージ量が全然違うよね。まあ、もちろんディオナ強いけど、もうこの広さとこのつららの量で、ホーミングしてます。でホーミングで、全部ホーミングじゃなくて、いくつかホーミングしたら余った分が周りにランダムで落ちてるような気がしますね。余った分っていうか、まあこうランダムで落ちる分と、ちゃんとホーミングしてる分で、敵が近くにいると氷単体じゃなくて氷の範囲がありますんで、まあ、敵が多ければ多いほどこうやって多段ヒットしていくって形なんで、もう凍らせる力もすごければダメージ量もすごいみたいな、火力ぶりカウントとかだったら非常に面白いのかな。元素の回収も自分でできるしっていうところがあります。でも一つね、弓で戦うんだったらもちろん火力振るんですけども、これねちょっとびっくりしたんですけど、元素この範囲内見てください。カウンがねバフ受けてるんですよ。この中にいるとバフ受けます。ベネットみたいな感じなんですけど、
星5で、こんだけの継続ダメージ与えてバフまで乗るのやばくないみたいな、これはすごいぜカンやるねみたいな感じでしたね。何のバフが乗るのかまではちょっとねわからないんですけど、何かしらのバフがこれ入ってる、要するにもうベネットみたいなことですよ、うん、氷版ベネット、まあ、回復こそしないですけど何かバフが乗って相手にこうね、凍らせる効果、継続ダメージを与える効果で、自分にはもう、まあ、自分っていうかこの中のフィールドにいる相手に対してこうやって乗ってくると、いろいろこの動画を見るだけで考察できると思うんで、ここら辺のね非常に面白い組み合わせがなかなかできて、見てるだけでもちょっと楽しみだな、1週間後ぐらいですかね、非常に楽しみだなっていうのはありますね。こうやって公式の情報が流れてきたら、まあそれで確定なんで、まあ非常に、いや強いなと、使い勝手がいい。だから元素の回収が自分でできるし、自分で相手をヘイト取りながら下がってチャージ打ち、元素爆発打ってバフ受けてますみたいな状態で戦える、アーモスの意味がいいんでしょうけど、それで戦える。なので自分で戦うことができるんで、2枚目のアタッカーとしても使えるし、まあ、退場型のバッファーとしても使えそうな気がするので、かなりね自分の持ちキャラによってはポジション変えれるような汎用性の高い、しかも氷キャラで珍しいね、その火力メンバーだというところで、これは持っといて損はないのかなというような感じで、例えばレザーと僕レザー好きなんで、レザーと組み合わせた場合、まあ、氷元素で相手がこうガツガツ凍ってて多段ヒットしております、超電度かかります、レザーいいですねみたいな、でさらに何のバフが乗ってんのこれみたいな感じですよね、うん、だこれぐらいの性能がね、なんだろう、入り乱れてるキャラクターって非常に珍しいんで、僕的には結構10点満点中9点ぐらいの、その事前のね見た感じ9.995ぐらい、 9.5 とか9ぐらい、今見た感じのやつだと非常にね他のキャラとも被らなそうだし、いいとこ取りしちゃっててすごいなという設定ですね。チャージ打ちの方も非常にユニークだし、楽しみで仕方がない内容でございましたと。今回公式ツイッターから読み取ったこんな情報で、僕的にはかなり高い評価で、来週のガチャが非常に楽しみ、その後の運用と、まあ、イベント、新しいイベントも非常に楽しみだなっていうところになります。はい、ということで今回はこれで動画の方終わります。ぜひね、気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。でほぼ毎日生放送やってますんで、できればこうやってね話すのが好きな方いたらぜひコメントくれて、僕と交流して情報を共有していければいいと思います。よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。